イナゴです。幸せということを考えたときに、こんなでも味濃いのばっか食べてたら結局太るわな。普通にご飯食べてる方が痩せんじゃん。今日の晩ご飯はちょっと控えめにしたいなと思います。なんか私は別に買うつもりはなかったんですけど、コンビニに寄った時にすごく輝かしいビールがあってですね、じゃん、いろはビールですね。げんちゃんが買ってくれました。ありがとう、飲まないのに。で、私は一人で晩酌をしたいと思います。ありがとうげんちゃん。すまん。で、このビールのおつまみはこれです。じゃん、イナゴです。じゃん、はい、こうイナゴを食べてる地域があるというのは聞いたことあるんですけども、なんか下からも上からも後ろからも照らされてるので、すごくなんか輝かしいあやき様になってしまってるんですけども、ご了承ください。ちょっとね、私は全然虫食べれるんですよ。ちょっとなんかまあ変わったものとか全然食べれる人なんですけど、虫が苦手な方ごめんなさい。そっとこの動画を閉じてください。で、お腹空いてたまらんくなったらダメなので、一応豆腐そうめんを食べたいと思います。まあね、ほんまはね、もう食べずに行こうと思ったんですけど、きっと無理だから、じゃあ開けたいと思います。これもね、かっこいい。これもね、持って帰りたいと思います、記念に。あー、いい匂いする。香りがいい、とってもいいです。ほいんじゃ、皆さんお疲れ様です。ちょっと節約しながら飲みますわ。いいですね。皆さん今日も一日お疲れ様です。乾杯。美味しい、飲みやすい、とっても飲みやすいですね。天然水の仕込んでるらしい。アルコール度数 7.5 もあんねんけど、結構いかついじゃん。いただきます。皆さんはイナゴ食べたことありますか？私は初めてではないけど、もういつ食べたか覚えてない。岐阜の蜂の子、ヘボっていう蜂の子供を食べたことあるんですけど、イナゴはね、ほんまにね、エビなんでね、ほぼ。ちょっとまず匂い。鼻かい。まあまあ、普通の佃煮の匂いです。いただきます。エビじゃん、普通に考えて。うわ、なんかでもキモいな、よう見ると。ちょっとグロテスキーやな。ではいただきます。おいしい。おいしい。やっぱちょっと苦いんや。なんかちょっとトノサババットみたいになってくる。おいしい。これでもじまじま見たら食べられへんな。なんかかわいそうなんだけど。私昆虫好きやから。おいしい、このビールほんまに。あ、ちょっとでもなんか、いや食べれんねん、ほんまに食べれるし、強がってもなんでもないねんけど、最近カマキリ飼ってて、まあちょっと自然界にもう逃がしたんですけど、カマキリ飼ってたから、なんかちょっと、なんやろ、ちょっとなんかちょっと情が、こんなタイプじゃなかったんですよ。本当はもう全然もうなんか野獣のように食べてたんやけど、ちょっとなんかあれやぞ。味はすごい美味しいです。甘辛い感じ。例えば
海苔の、ん？なんだろう、あ、小魚の佃煮みたいな味です。いた、返しが痛い足の。うん、うん、おいしい。命に感謝ですね。うん、うん、おいしい。ちょっとそうめんも、トークのそうめんも食べたいと思います。これはカロリー86カロリー、もうほぼない、ほぼ無です、ほぼカロリーない。あ、これ水切らなあかんじゃん。もうそういう手間をかけさせるなって。うわ、そうや、水捨ててきます。よし、切ってきたぞ。うわ、この中に水めっちゃ入ってる。ちょっとおかわり、おかわりいろは。はい、もうこんだけしかないからね、この瓶は。もう今日はこれだけで我慢します。乾杯。あー、おいしい。それではおネギ欲しかったな。おネギないんだ。いや、もう文句言わずに食べます。皆さん豆腐のそうめん食べたことありますか？これおいしいよ、意外に。いける口。いただきます。うん、おいしい。これさ、ちょっと味濃いよね。それがまたおいしい。うん、うん、おいしい。最高。ここにイナゴのつくねにも挟むという。うん、皆さん最近どうですか？どうですかって言われてもな。食欲湧くわ。ちょっと食べようと思ったらさ、食欲湧くよね。誰か助けて。食欲湧くんよ。うん、あかん、食欲湧く。食べ出したら終わりです。でうまい。なんかその幸せの樽って人間あるみたいで、樽というかそのコップとしてね。でこのコップの幸せの水があるらしくて、水が砂漠状態にカラカラやったら、その人に優しくできないというか、その人を助けることができない。なんせ自分のコップの中が水が満タンになりきってないのに、人を助けることっていうのはやっぱ難しいんですよね。ね。まずは自分が幸せだなってなる、幸せの水がパンパンになって初めて誰かに優しくできるというか、誰かのこう幸せを願えるみたいなんですね。で、どっかでそれを聞いて、前にもライブで言ってんけど、でも私ってそもそもね、その19歳の時に音楽活動を始めて、まあ CD をね、あの曲を出したんですけど、その中にありがとうの音っていう曲があるんですけど、あの歌詞の中に、辛い時だからこそそっと手を差し伸べてあげて、もっと悲しんでる人に
あの手を差し伸べて助けてあげたいなっていう、そういう優しい曲になってるんですね。今の話ね、その幸せのこう水が溜まりきってなくてこう砂漠状態であっても、あの悲しんでる人、もっと悲しんでる人に手を差し伸べてあげるっていうことはすごい大事なことじゃないですか。だけど私は、まあ、どこかでこうふっとそういうその水がね満タンになってから、やっとこう優しくできたりとか、人を助けてあげられるような精神状態になれるよっていうことを最近ねこう知ったわけなんですけど、私としてもそうだなって思った部分ではあるんですけど、でもなんか私根本として辛い時だからこそ悲しんでる人に手を差し伸べるっていう、そのスタンスというか軸はなんかそもそも変わってないなっていうのを最近感じるようになって、もちろんその自分が幸せになりたいっていう気持ちっていうのは私も含めて誰しもがあると思うし、そういう風に生きようっていう気持ちはあったりもするけど、でもどこかにやっぱり幸せということを考えた時に、なんだろう、私も結構こうしんどい時とか辛い時とかっていうのは結構あって、それはそのあんまりこうみんなには出してないねんけど、そういう時だからこそ大変な人、もっと大変な人もいてるから、そういう人たちに向けて音楽を発信したいって思うし、こうそれがその自分の役割なんだっていう、そこに自分の生きるその役割を感じた時っていうのはすごくなんか、あ、生きててよかったなじゃないですけど、私の生きるあの何かのその行いで誰かがこう喜んでくれたりとか心を救われたっていう方がいるんであれば、まあ、そういうできることをやっていきたいなっていうのは思いますよね。こうなんか難しいことにはあんまりこう伝えられないけど、うん、私はこれからも今までもこれからもずっと生きてる限り、そういう思いで歌っていくし生きていくんだろうなって思います、うん、きっと世の中でこう苦しんでる人たち、悲しんでる人たちの中には、多くの方々の中には、自分はこの世の中に必要とされているのかなっていう不安というかっていうのはあったりするのかなと思ったりもしますね。でも絶対に役割はあるから、だから私は強く生きろっていうのは言えないし、自分も強くないから強く生きろっていうのは言えないけど、なんか人に優しくできるじゃないですか、人は。だから優しくできる人ほど多分強いんじゃないかなって私は思います。ただそれだけです。なんかちょっとよくわからんけど、うまっ。全然完食全然足らんねんけど、無理なんですけど、イナゴちゃんで我慢するか。おいしい。実はでもアオサの味噌汁も買ってるんだよ。でもここでちょっとお開きにしたいと思います。うまかったもん、美味しすぎたもん。ということで今日は終わりたいと思います。なんかめっちゃついてる。今日は終わりたいと思います。結局買ってきちゃったん。これと下にコンビニあんのずるいわ。これとワインも買ってきちゃった。チーズ、いいじゃないですか。そんな一杯で終われるわけないんですよ。はい、いただきます。うん、美味しい。七丸プリン対プラス3、日本初2つのオフやって、これめっちゃ美味しいんだけど、びっくり。
これ食べたいと思います。これで開けられへん。お菓子って多いよな。そしたら開けるってなって全部食べてしまわなあかんよみたいな。これだけは勘弁してほしいよな。お、唐辛子入ってる。いただきます。あれ美味しい。ナッツも入ってる。めっちゃ美味しいよ。辛っ。辛っ、うん、唐辛子やもんな。そりゃ辛いわな。美味しい。辛っ。ふざけんじゃないよ。そんなつもりないのに。終わんねんこの動画ってな。アイクも持ってる。一番アイクも持ってる。うん、辛っ。辛っ。うまっ。これも飲み食べたいと思います。これはねワインのために買ってきたけど、サラミ好きなんで。アイクはチーズ、おいしい。落ち着いて。うん。辛っ。これめっちゃおすすめ。めっちゃおいしい。見える？麻婆豆腐の味がします。辛いけど。おいしい。おいしい。こんなでも味濃いのばっか食べてたら結局太るわな。普通にご飯食べてる方が痩せんじゃん。完食ということで最後これいきたいと思います。かわいい。こんなもんにしとく。こんなもんにしとく。全部飲まん。こんなもんにしとく。うん、うまっ。おいしい。頭かくほどおいしいわ。チーズうまいんかい。うん、サラミ、うん、甘っ。美味しかったな。ごちそうさまです。じゃあまたね。ありがとう。バイバイ。ということで青さの味噌汁飲みます。もう愛嬌メガネにしてるっていうことはもうそういうことです。じゃあいただきます。さ、美味しいじゃん。ちょっと前髪ほんまにキモくてすいません。切ってん昨日。飲んでますまだ。
もうどうしよう、あとこんだけやめようと思っててんで。だけどやっぱ一人でおるとあかんな。制限が効きません。お味噌汁って美味しいよね。ワインにお味噌汁、あ美味しい。もうこんだけしかないしさ、飲んじゃおうぜ。乾杯。美味しい。これ青さめっちゃ美味しいじゃん。この味噌汁だけでいいよ。あーうま、青さ。でもね、こういう時もあっていいと思うんですよ。飲めるっていうことは幸せですよ。まあまあ幸せ。あーちゃんはオイコス全部食べてしまいましたけれども、結局なんか結構カロリー取ってんちゃうっていう話ですけど。いいんじゃないですか。そんな感じになってもサイナゴをね食べて最後飲み干しといて思います。結局飲みました。ワインもビールも、ビールも。ごちそうさまでした。そういうことです。バイバイ。今日もご視聴いただいて皆さんありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。山口あゆきでした。